ピタゴラスのカップの断面図。ピタゴラスのカップは古代ギリシアのピタゴラスが作ったとされるジョークグッズ。カップの中に一定以上の液体が注がれるとサイフォ本効果でカップの中身が底部から全部こぼれ出る。B の状態であれば普通のコップとして使える。しかし C の位置まで入れるとサイフォ本の原理が働いて中身が全て溢れ出る。ピタゴラスのカップの外観は カップ中央に中上の突起がある以外に一見大きな変哲はない。しかし、この突起下部に小さな穴が開いており、その穴が側部を通じて、そこの穴とつながっている。カップに液体を入れると、液体は中央の突起下部の穴から入って柱を登っていくが、液体の量が柱の高さを超えるまでは普通のカップのように使うことができる。しかし、液面がそれ以上上昇すると、 液体は柱の中の壁を乗り越えて別の管に流れ込み裁本の原理で中身全部がこぼれ出てしまう。ソックス冷抽出器この機構は洋式便器にも応用されている。洋式便器もある一定以上の高さに水が溜まると便器の中身がすべて下水側に流れ出る仕組みになっている。ソックス冷抽出器はフラスコから蒸発した溶媒が 冷却管で凝縮された後、ピタゴラスのカップに流れ込む構造になっている。カップの中には固体飼料が入っており、溶媒で抽出された成分が一定時間ごとにフラスコに戻る。溶媒は再度上流される一方で、抽出成分はフラスコに残ることを繰り返すので、溶解度が低い成分でも飼料から抽出できる。ジョークグッズのドリブルグラスは、 ピタゴラスのカップの中央の柱に当たる部分が持ち手になっている。中身を飲むためにグラスを傾けて液面が取り出上部より高くなると中身が取っ手の中の管を通って全部流れ出す。ピタゴラスのカップはピタゴラスが発明したと言われており昔から知られている。中国には海栄杯と名付けられたピタゴラスのカップがあり言い伝えによるとリマイト 八木ひの結婚の際に皇帝から送られたという。また、明の初代皇帝、主元庄が磁気生産地の景徳鎮を整備させた際、不良の権令が皇帝に送ったとも言われている。1674年から1721年まで、日本の越後長岡藩の第三大藩主を務めた、牧野忠志達は、領民から十分杯と名付けられた。 ピタゴラスのカップを贈られ、1687年にこれを死にして、以後長岡藩では契約に努めたという。JR 東日本の観光列車、星野宿浦では、2014年から十分杯の体験イベントを行っている。石垣島には1780年頃に伝わり、以後、八分杯、教訓茶碗の名で受け継がれている。 ありがとうございます。